アテネのバザール本項目では、ギリシャのイスラム教について記述する。主に、オスマン帝国時代のクレタ島やエピロス、マケドニア西部のほか、現在のギリシャ北部の東、マケドニアトラキアにおける数多くの土着民に見受けられる。近年では、イスラム世界出身の移民がアテネに居住。モスクの若き、ギリシャ人たちギリシャのムスリム社会は禁質ではなく、様々な民族的、 言語的、社会的背景を持ち、それらが互いに交錯していることも多い。主に17世紀から18世紀にかけて回収した、ポマクやトルコ人、一部のロマや、特に、クレタ島やイピロス、マケドニア西部のギリシャ系ムスリムといった、現在のギリシャ領土に住む複数の民族集団の報じる宗教といえる。1923年にギリシャとトルコとの間で、 住民交換協定が締結され、国内のムスリム人口が激減。同時に、約150万人のギリシャ人が、コアジアから引き上げてきた。ポマクや、東、マケドニアトラキア出身のトルコ系ムスリムは、住民交換条項から除外された一方、ギリシャ北部のムスリムの多くは、実際は、イッピロスやマケドニアのギリシャ系ムスリムであった。しかしながら、 その後の歴代ギリシャ政府はトルコ語話者である東マケドニアトラキアのムスリムをギリシャ系ムスリムとみなす誤った判断に固執しギリシャ北部におけるトルコ系少数民族の存在を認めようとはしなかったこの方針は当該地域のムスリムがオスマン帝国時代にイスラム教へ改修したギリシャ人の子孫であるという印象を与えることで東マケドニアトラキアが ムスリム系住民の民族的起源に基づき、トルコに活用されるという、将来起こりうる事態を避ける狙いがあった。ムスリム系少数民族という語は、西トラキア、つまり、ギリシャ北部の東、マケドニアトラキアにおけるイスラム系の宗教的、言語的、民族的少数派集団を指す。1923年には、ローザンヌ条約の下イッピロスやマケドニア、 ギリシャ北部全域のギリシャ系ムスリムがトルコへ移住。一方、トルコに居住するキリスト教徒も、住民交換協定で、ギリシャへの移住を余儀なくされる。なお、東、マケドニアトラキアのムスリム及び、イスタンブールや玉チェアダ島、ボズカーダ島のキリスト教徒のみ、交換の対象とはならなかった。多くの推計によると、ギリシャのムスリムの約半数が自身をトルコ系としており、 残りは、スラブ語ア者のポマクや、ロマである。オスマン帝国時代の名残である、このムスリム共同体は、主に西トラキア、すなわち、キリシャ北部の東、マケドニアトラキアに居住。当該地域は1923年のローザンヌ条約の下住民の残留が決定したところでもあり、コモティニでは総人口の約40%、 クサンティでは総人口の23%をムスリムが占めている。1911年から1947年までイタリア王国領であったドデカネス諸島の一部にもムスリム系住民が少数いる。その数は約3000人に及びトルコ人としてのアイデンティティを持ちトルコ語を話す者もいればクレタ系ムスリムのギリシャ語話者の子孫である者もいる。ロドスやコストに 有力なコミュニティがある、ポマクは主に西トラキアロドピ山脈の小村に居住している。また、ギリシャのロマの圧倒的多数がギリシャ正教を報じる中、トラキアのロマは主にイスラム教を信仰している。公的に認知されたムスリム系少数民族は、ほとんどがトラキアに居住しており、推計で総人口の0.9%から1.2%に、 当たる9万8000人から14万人に上る。他方ムスリム系の不法移民が20万人から50万人にいる。ギリシャへのアルバニア系移民は通常イスラム教徒と見られがちだが、ほとんどのものは世俗的である。トラキアのモスクで礼拝を行う、ムスリム最初のムスリム系移民はエジプト人が中心で、1950年代初頭に同国から来ており、 ギリシャに大都市のアテネとテッシャロニキに集まって住んでいる。1990年以降は、中近東や北アフリカ諸国のみならず、アフガニスタン、パキスタン、インド、バングラデシュ、ソマリアからの不法移民の数が増えている。しかしながら、ムスリム系移民の大部分はバルカン半島、とりわけアルバニアやマケドニア共和国など旧ユーゴスラビアのアルバニア人、居住区出身者である。 1990年代初頭に東欧で共産主義政権が崩壊するとアルバニア系労働者はアギリシャに移住し始め経済的機会を求めて低賃金労働に従事家族をアテネやテッサロニキのような都市に呼び寄せている2001年の国勢調査では44万3550人のアルバニア系市民が国内に居住していると発表されたただし 移住証明書を持っていない住民や、マケドニア共和国出身のアルバニア系人は、含まれていない。ムスリム系移民の大部分は、アテネに居住。ギリシャ政府は2006年7月、信仰の自由を認めて、モスクの建設を認可するに至る。加えて、ギリシャ正教会が、アテネ西部の2万8000平米の辞書を、ムスリム墓地建設のために寄贈している。しかしながら、 双方の建設ともに2010年まで着工されないままとなっている。近年では反イスラム主義によるものと見られるモスクバクハ事件がクレタ島で発生したが犯人はいまだ捕まっていない。また、右翼団体による反イスラム的な言論が見受けられる。ありがとうございます。